ウクライナがルハンスクを解放しました。ロシア兵が必死に逃げようとしています。驚くべきことに、ウクライナ軍は大胆な作戦を実行し、ルハンスクのロシア軍を効果的に包囲した。この戦略的作戦はウクライナ戦争の力学を変え、ロシア軍を驚かせ、プーチンの次の行動に不安を残した。ルハンスクでの紛争後、プーチンの行動はこの地域だけでなく、世界中に混乱を引き起こした。 ウクライナ紛争がロシアにとって不利な展開を続ければ、プーチンは権力を失う可能性が高まっている。プーチンは流れを逆転させようと必死で、世界に大混乱をもたらしかねない決断を下し、不注意にも自らを窮地に追い込んでいる。数カ国がウクライナの背後に結集し、多大な支援を提供し、支持を表明している。ウクライナはロシアとヨーロッパの分水嶺となり、 ヨーロッパ諸国から前例のないレベルの支援を受けることになった。この支援の内容は、プーチンに厳しい打撃を与えるためにウクライナ軍に力を与えることに重点を置いたものへと変化している。最近の進撃を受けて、ウクライナ軍はルハンスクにかなりの数の将校を配備し、ロシア軍を包囲する経路を綿密に計画している。ウクライナ軍はロシア軍の構造の脆弱性をついて、この地域に迅速に進攻し、 ロシア軍を驚かせせ警戒させたウクライナの最近の作戦はこれまでで最も堅実かつ成功したと考えられルハンスクにおけるロシアの派遣に大きなダメージを与えたウクライナの精鋭不評部隊はロシア軍をさらに傷つけるために配備されたウクライナの兵士たちは不評部隊を中心にその火力を最大限に発揮しているロシアは赤色警報を発令し報復を試みているが ウクライナのの封鎖と信号ジャマーがロシアの介入を妨げている。ウクライナ軍はロシア軍を包囲することに成功しその結果ウクライナ軍の圧倒的な存在感と戦略的計画に戦意を喪失したロシア兵の一部が降伏したウクライナの国旗将校が上空を旋回し敗北が間近に迫っていることを象徴するとプーチンは激怒し断固とした行動をとり世界中に大騒動を引き起こした 挫折の連続によりプーチンは力の衰えを認識するようになったプーチン政権内の反体制派は統率力を失ったとの危機感から対立を深めており状況はさらに複雑化しているこれに対してプーチンはバルト海に原子力潜水艦を配備しウクライナを支援する国々を脅そうとするなど必死の手段に出た国際社会はこうした行動に警鐘を鳴らし潜在的な核の悲劇を恐れ 世界平和への懸念を募らせている。その結果、ロシア軍はほとんど支援を受けられなくなった。ロシアはウクライナから撤退すべきだと考えた世界各国は、ウクライナへの支援を強化し、多大な援助を行っている。支援を受けて、ウクライナは軍備を近代化し、ロシア全軍に大きな打撃を与えるための措置を開始した。さらに プーチンのロシアの反対組織に対する抑圧的な行動は世界的に反響を呼び、ロシア国民の反抗的な感情を高めている。プーチンは、ロシア国内の反対派を弾圧するため、ロシア国家警備隊という大規模な軍隊を編成した。この動きは、ロシア国内の問題の深刻さと、どんな犠牲を払っても権力を維持しようとするプーチンの決意をさらに浮き彫りにしている。こうした複雑な状況の中、 ウクライナ軍はその成功とロシア国民の支持の高まりに後押しされ行動を続けているロシア国内でロシア国家警備隊が新たな目的のために配備されると紛争での戦闘を望まないロシアの若者たちの抵抗にさらされる軍事アナリストはウクライナ軍は士気が高くロシア兵が戦闘に消極的であるなどいくつかの利点があると指摘しているクリミア奪還を目指すウクライナ軍の攻撃戦略は 世界中のオブザーバーに衝撃を与えた。ウクライナ空軍はロシアの黒海の軍艦に新たな打撃を与え、この地域におけるロシアの立場をさらに弱体化させた。ウクライナ軍によるこの必要な追撃は、ロシアの占領下にあるクリミアの奪還という悲願達成への決意の表れである。ウクライナ軍の大規模な攻撃準備が功を奏し、ロシア軍を姿勢に追い込むという驚くべき展開となった。クリミアでの最近の衝突では、 ウクライナの飛行機がロシア軍に大きな損害を与えているロシアの防空システムはこれらの技術的脅威に対して効果がないことが証明され壊滅的な爆発と占領者の損失につながった退役前陸軍将校のベン・ホッチス中将はクリミアの解放は早ければ8月にも可能だとの考えを示したホッチス氏はウクライナの継続的な兵艦改善と徴兵されたロシア兵を撃退する能力を指摘し 占領地を取り戻す決意を示している。クリミアの戦略的重要性は誇張できない。カルト橋が破壊されて以来、ロシアとクリミアを結ぶ重要な領土として機能しているからだ。この地域は黒海の重要な支配権を握っており、その港は世界貿易において重要な役割を果たしている。ロシアもウクライナもクリミアの計り知れない価値を認め、支配権獲得への努力を強めている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、 クリミアにおける紛争の激化が予期せぬ影響を及ぼしていることを認識し、占領規模を縮小する新たな戦略を考案したと伝えられている。しかし、最近の敗戦と、西側からの最先端技術によって強化されたウクライナ軍の強さは、ロシアを不利な状況に追い込んでいる。ウクライナ軍はドイツのレオパルド2戦車の使用に成功し、ロシア軍に大きな打撃を与えた。約15万人のロシア軍を無力化し、 約2000台の戦車を撃破したウクライナの軍事力はかつてないレベルに達している。欧州連合、EU や北大西洋条約機構、NATO からの支援を含む西側同盟国との緊密な連携により、最新鋭の兵器と比類ない訓練が提供されている。ロシア軍は劣勢に立たされ、追い詰められ、容赦ない猛攻から逃れることはできない。プーチンの脅しと孤立主義的戦略が続く一方で、 国際社会はかつて支配的だったプーチンの地位が崩れ去るのを見守っている。ウクライナ軍が制圧に成功し、ロシアを敗北寸前まで追い詰めたことは、紛争における重要な転換点となる。ドイツのレオパルド2戦車がロシアの T-72 を殲滅するにつれ、プーチンの絶望感は高まり、クレムリンはレッドアラートを発令する。世界は 西側の支援と占領地奪還の決意に後押しされたウクライナ軍の驚異的な前進を目の当たりにするロシアが1980年代の時代遅れの戦術に頼っていることは世界的な嘲笑の的になっており多くのロシア軍兵士がウクライナで激化する紛争を回避する方法を模索しているクリミアの解放が目前に迫る中ウクライナのゼレンスキー大統領はクリミアがウクライナに返還されるまで戦争は終結しないと強調している ウクライナ軍の回復力と準備体制はこの地域におけるロシアの支配に挑み続け現在進行中の紛争に新たな章を開く道を開いているウクライナ軍はロシアとの紛争において主に精神戦に重点を置くことで大きなリードを獲得したこれはロシア兵の積極的な参戦を思いとどまらせる上で重要な役割を果たしているウクライナが絶え間ない発展と近代化を続ける一方で ロシア軍はますますすその地位を維持できなくなくっているウクライナの強固な防衛抵抗によりロシア軍はいくつかの地域から撤退せざるを得なくなった撤退の結果ロシア軍は相当量の最新装備弾薬車両を置き去りにしたこの困難な時期によってロシア軍の能力は著しく低下しプーチンはソ連時代に遡る武器や車両を兵士に供給するようになったこの戦略的な動きは 特に激しい衝突の際にロシア軍の絶え間ない後退をもたらした。最近の作戦でウクライナ軍は近代化と適時性の重要性を示した。t 9 0戦車が多く配備されているザポリツィアでの戦車戦は極めて重要な瞬間だった。これらの戦車による抵抗は当初ロシア軍に難題を突きつけた。しかし一旦防御が破られると流れはウクライナに傾いた。ウクライナ軍は 近代的な機能と強力な火力を併せ持つエイブラムスとレオパルド2戦車を配備しその優位性をさらに強固なものにしたエイブラムスとレオパルド2という強力な戦車が自分たちに近づいてくるのを目撃したロシア兵は驚愕した恐怖でいっぱいになった彼らは急いで t 9 0戦車に乗り込み報復を試みたとはいえウクライナ軍のエイブラムス戦車の活用はロシア軍に壊滅的な打撃を与えた このためロシア軍は後退を余儀なくされウクライナ軍は執要に追撃してきた追跡中ウクライナ軍は近くのロシア軍司令部を特定し戦車と連携してこれを破壊したこの共同作戦の成功と最近の情勢が相まってウクライナ軍はこの地域で大きく異なる地位を占めるようになったその一方でこの地域におけるロシアの優位性が深刻に疑問視されるようになり 国際社会はこの優位性が崩壊の危機に瀕していることを認めるに至ったこのニュースを聞いたプーチンは別のアプローチを採用することにした世論を操作しようとかなりの数のロケットランチャーが t 9 0戦車に向けて発射されたが一台も失われなかったと虚偽の主張をしたのだこのあからさまな嘘はマスコミに衝撃を与えただけでなくプーチンの力の衰えを露呈したロシア軍は このまま戦争が続けばウクライナに負けるのは必死だと十分承知している。最近、ウクライナ軍は各国から絶大な支援を受けている。特にアメリカとドイツは、並々ならぬ支援を行っている。米軍は大量の戦車と長距離パトリオットシステムを派遣し、ドイツ軍は驚異的なエンジニアリングを誇るレオパルド2戦車を送り込んだ。これらの支援は、紛争を軌道修正しようという世界の決意を示すものだった。 逆にロシア軍はプーチンの不安定な政策によりウクライナの動きをますます恐れるようになっているプーチンからの核の脅威が予想されることでウクライナ軍のさらなる能力開発への決意は強まるばかりだプーチンの脅しに呼応して世界経済の主要プレーヤーを含む多くの西側諸国はロシアに大幅な制裁を科している G7 諸国はプーチンが世界の平和を破壊しようとしていることを認識し ロシアの撤退を要求した。ロシアがまだ反応しない中日本は断固とした態度をとった開戦以来中立を保ってきた日本はプーチンの核の脅威に対して画期的な決断を下したこれらの脅威が紛争をエスカレートさせ世界を不安定化させる可能性を認識した日本はウクライナ兵士への大規模な支援策を発表したすでに提供されている5億ドルの人道支援に加え 日本はさらにに億ドルををウクライナに送ることを約束した日本からの前例のないレベルの支援は世界中に反響を呼びウクライナが東西両ブロックから支援を受けていることを示している戦争を分析するアナリストたちはこうした最近の支援によってウクライナ軍はロシアに対して大きな優位に立っていると断言するさらに日本が自国軍から大量の三菱戦車を送ることを決定したことも ウクライナ軍の在庫拡大に貢献している日本に続いて他の西側諸国も同様の措置をとりウクライナ軍を支援するために相当数の戦車を送っているこのような軍事資源の流入はウクライナの防衛のみならずロシア軍を領土から追放することを目的とした攻撃作戦の能力を強化したこうした動きによってウクライナはプーチンの権力を完全に揺るがしかねないところまで来ている。 この紛争で中立の立場を保っていたイスラエルが沈黙を破ったのは意外な出来事だった。先の選挙で首相に返り咲いたベンヤミン・ネタニヤフ首相は、イスラエルがウクライナ軍を支援するため、先端技術を搭載した無人戦闘機を派遣すると発表したのだ。この発表は、ロシア軍がウクライナの住宅地を標的にしたことを受け、国際的な反発を招いたものだ。ウクライナ軍は、 接近戦ではもはや十分ではないことを認識し防衛から攻撃へと戦略を転換したロシア軍に占領されていた地域を徐々に奪還しているロシア軍が住宅地を空爆したことでウクライナ軍は行動を起こし被害の終結を要求するようになったこれは紛争における重要な転換点となりウクライナ軍は支配権を取り戻す決意を示した驚くべき展開として 世界中の国々がロシアの侵略と戦うウクライナを支援するために結集した。この強力な同盟に最近加わったのはイスラエルとトルコで彼らはウクライナ軍を強化するために多額の軍事援助を送った。この援助の到着によりこの地域のパワーバランスは大きく変化することが予想されるイスラエルのネタニヤフ首相は最近のインタビューでロシアによるウクライナ領内へのさらなる侵入を防ぐというコミットメントを確認した。 同首相はイスラエルが防空システムアイアンドーム2機と無人航空機ヘロン5台をウクライナに派遣したことを明らかにしたこれらの先進的な防衛システムはウクライナの都市を苦しめているロシアの空爆を無効化しウクライナ国民の安全を確保することが期待されているネタニヤフ首相がウクライナへの援助を決定した背景にはイラン軍によるイスラエルの無人航空機製造施設への挑発的な攻撃があった ロシア製のイスカンデルミサイルを使ったこの攻撃はネタニヤフ首相の怒りを買った。これを受けてネタニヤフ首相はイスラエルのウクライナ支援をエスカレートさせることを決意しアイアンドーム防空システム、無人航空機、弾薬の追加供与を約束した。ウクライナ軍はすでにトルコからの軍事援助を有効に活用している。トルコの無人偵察機バイラクタルの導入は ウクライナの最近の占領地解放の成功に重要な役割を果たしたドローンの卓越した諜報能力はウクライナ軍がロシア軍陣地を戦略的に攻撃するのに役立ち大幅な領土獲得につながったしかしこのような連帯行為はロシアのプーチン大統領に気づかれていないわけではないウクライナでの困難と挫折に直面したプーチンはウクライナに援助を申し出る国を脅すという手段に出たプーチンは ロシア国境内で攻撃を計画している国々は厳しい結果に直面すると警告し、ウクライナ国内で核兵器を使用する可能性さえ示唆した。この憂慮すべき発言は世界的な懸念を引き起こし、各国は破滅的な世界大戦の勃発を防ごうと躍起になっている。